この番組は北海道大雪山雪の水をお届けするロジネットジャパングループ札幌通運の提供でお送りします。皆さん、こんばんは。こんばんは。4月28日火曜日の午後7時を回りました。キラキタ FM 札幌村ラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。この番組はきらめく北海道からインターネットを通じて全国へも発信する参加型のバラエティ番組です。お相手は私、山田大輔と海坊主と牧野旦那でお送りします。ラジオ機の方、お分かりでしょうかね。どうですかね。いや、分からない。分かるって何ですかね。牧野旦那ちゃん、本日すいません、お仕事のためお休みをいただいております。います。この1週間の間に、はい、桜が札幌開花しまして満開になりました。いやいや、咲いてますね。咲いてますね。咲いてます。だって一気にあったかくというか、もう暑くなったでしょ、一時期。いやー、だって昨日か、昨日の話だ。20度とか25度、ね、もう超えてますもんね。25度っすよ昨日だね。25度超えましたね、札幌も。で、もう一気に春満開という、はい、そうですね、感じがするんですけれどもって言ってたらですよ、うん、今ちょっとなんかスタジオのそば肌寒くないですか。そう、いや、まあそのね、まあその気温高いのに合わせた服装っていうのもあるのかもしれないですけど、うん、若干ちょっと風が肌寒いような気がしますね。あのね、今日皆さん油断して半袖なんか着ちゃったら大変ね、大変ですね。最高気温がね、札幌は今日18度でした、うん、はい。で、今現在、これ午後6時現在の札幌の気温が 15.3 度なんですが、うん、風がずいぶん冷たく感じます。そうですね。ね、どうしたんですかこれ。逆にこれ昨日どうしたんですかって感じですね。まあまあね、この流れで言うと昨日本当暑かったですね。ね、札幌も25度超えて、帯広、うん、北海道内帯広はね30度超えたんだよ。真夏日。真夏日ですね。ね、いや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 、どうなってんすか。だから最近のそのね、もう本当に寒暖の差のこの緩急の差が激しすぎて、うん、また体調崩しちゃいますよ。でね、これ、うん、これ今寒くなってきたって、はい、思ったでしょ、はい、これ6時現在の札幌の中央区の気温が 15.3 度だったんですが、うん、これ6時30分現在の気温で、うん、札幌市東区、うん、ここですね、うん、この今スタジオがある東区が12度です、うんうん、ほら、この1時間あるいは30分の間にみるみる気温が下がっていっています。これやられるとね、ちょっとね、私もね誰ですか。まあ頭今ペチッと叩きましたけれどもね、これやられるとね体もね準備できない状況ですけどね。体がびっくりしたよね。これ本当最近のこの気象情報状態が ね、うん、ちょっとね、これはやめていただきたいですね。このね、寒暖の差が激しいのが。そうだね、暖かくなることはいいことなんですけどね。いきなりね、真夏の気温になっちゃってもね、はいはい、思っちゃいますけれども、はい、インターネットの方どうでしょうか、はい、放送配信しておりますユーストリームね、コメントもいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。焼きみりもさん、今日は似てないってきました。ダナちゃんの真似ですね。もうね、あのガチで本気でやれば寄せることもできるんですけど、なんか今日のは確かにね似てない。あの自分我ながらもそう思います。我ながらにもね、で宮城さん、ありがとうございます。こんばんは、ということで、こんばんは。近所の、白石サイクリングロードでも桜が見頃ですよということで。あー、海坊さん、はい、白石サイクリングロードよくご存知ですよね。
これはね、番組でね、ノースアイランドというね、B 級旅バラエティ別の番組でね、もう嫌というほど歩きましたね、行きます、一昨年のことでしたね、歩きましたからね、サイクリングロードを歩きましたよ、延々ね歩きました、札幌の白石のサイクリングロードっていうのはね、うん、ずっとつながって、隣町北広島市までつながってますからね、ですからねでちょうどね、その街中もそうだし、まあ、白石区の方とかもね、僕の家の近くの河川敷のところでもすごいね、はい、今やっぱり桜がね咲いてましてね、ねえ、綺麗ですよね、あちこちでね綺麗な花が咲いているという姿が見かけられる札幌市内ですけれどもね、エクチェンさんこんにちは、関東27度でしたということで、うん、昨日は暑かったですねと、北海道真夏日になりましたね、まさに夏でしたと、ちなみに関東山沿いは30度くらい、うん、パレードさんにゴールデンウィーク後半暑くなるかどうか占ってほしいですということででございますけれどもね、よオブヤンさんから、はい、寄せなくていいからってきました、ダナちゃんのやつ無理して寄せる必要はない寄せないということですね、でオブヤンさんがあ、こんばんはってきましたこんばんは、ありがとうございます、引き続きコメントお待ちしております、インターネットユーストリームの動画放送を見るにはカタカナでキラキタと検索してみてください、キラ星マークキタと検索すると間違いなく出ますよ、ぜひご覧ください。なお録画はですね YouTube でも見ることができます、はい、後日になりますけれども、うん、まあ、今までの配信なども含めてですね、うん、YouTube で見ることもできますので、ぜひそちらでもキラキタと検索してみてください、うん、さあ今日なんですが、ラインナップとしては、はい、ピックアップトークはですね、うん、こちらです、テーマ、比べてみよう今と昭和旅行編でございます、うん、今と昭和を比べるというそうですね、メッセージお待ちしています、うん、メールは813@札幌村.jp 813@札幌村.jp、 まああの今日は旅行編でありますので、うんうん、旅行の部分での、まあ、今と昭和を比べてみようということで、昭和の時代の旅行の思い出、うんうん、当時知ってる方はぜひそれを書いていただいて、うん、当時を知らない今しか知らないよって方は最近の旅行についてぜひチケットの手配の仕方とか随分変わったでしょ、うん、最近、ね、あと宿の手配とかも随分簡単になったでしょ、うん、そういったことぜひ、はい、最近こういうような旅行をしたようなども含めて、ぜひ教えてください。そしてタイムラインのコメント欄でもね、お気軽に書いてみてくださいね。お待ちしております。はい、ますでは、まず1曲お届けしてからにしましょうかね。はい。はい、では、今日は海坊主さんのバンドの曲かな。はい。はい、お願いします。私、海坊主がドラムで所属しているマインドワーカーで、君と僕と。君と僕とでしたっけ？違いました。あの時のように。あの時のように。すいません、フィントしました。はい、あの時のように。この
の時のようにお送りしました。この後は今と昭和比べてみましょう。FM 札幌村ラジオキラキタお送りしております。改めてお相手私山田大輔と海坊主と牧野ダナでお送りしております。ダナちゃんすいません、お休みをいただいております。多分声でお分かりかと思いますけれどもね。先ほど大部屋さんからツッコミがありましてですね、パレードさんに占ってもらうよりもということで、はい、イクシンさんが書いてくれたやつですね。ゴールデンウィークの後半の天気予報占ってくださいと言ってたんですけども、はい、パレードさんに占ってもらうよりも、うん、気象庁のホームページ見た方がゴールデンウィークの天気は正確だと思うのですが、笑いときても確かに。おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。確かに。ありがとうございます。でも、なんだろうな、その、はい、パレードさんに占ってもらうと、はい、なんかドキドキ感があったりするのかな。なんか面白いです。一か八か感。ただだからゴールデンウィークの予定ある方は逆に気にしない方がいいかもしれないね。ね、パレードさんの占いね。あと神戸さんありがとうございます。ありがとうございます。今日も名古屋から見に来ました。山田さん、海坊主さん、こんばんはということで、こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます。お付き合いください。さあ、今日はキラキタピックアップトークのテーマですけれども、はい、比べてみよう今と昭和旅行編でございます、うん、はい、このピックアップトークはですね、一つの話題についてレギュラーメンバーとお聞きの皆様で一緒にトークをしていこうというコーナーなんですが、うん、今日はなぜこういったテーマかというと、まあ、4月29日、うん、明日ですね、はい、昭和の時代は天皇誕生日という祝日でございました、うん、それが、昭和天皇が崩御されたことを受けて年号が平成に改まって4月29日が緑の日になったんですけれども、うんうん、平成17年、国会で国民の祝日に関する法律祝日法が改正となりまして、うん、平成19年、2007年から昭和の日となったわけでございます、うん、まあ、昭和の日、昭和のことをまあいろいろ振り返ろう、思い出そうみたいな、そんな感じの意味合いも含まれているこの日、今と昭和で大きく変わった旅行の仕方、これに今日はピックアップして、まあゴールデンウィーク皆さん旅行する方も多いでしょうしね、お休みがあるとやっぱり行ってみたいなっていう、旅行っていうのはね、行ってみたいって方も多いでしょう。そこで当時昭和の時代知ってる方は昭和の旅行の思い出、これをぜひ教えていただきたいと思います。まあ今と違う部分たくさんあったと思うんですよ。いやそうでしょうね、昭和の旅行、はい、ね、で、当時を知らない方は最近の旅行、うん、逆にもう今現代はこうやってチケットが手配できるんだっていう、まあみんなもう使ってると思うんだけど、そうそうそう、自慢することもないと思うんだけど、そうそうやってやってますからね、そうそうそう、今もねインターネットで配信してるからね、番組がね、それも昭和とはえらい違いなんだけれども、まあそういう意味で、はい、チケット手配ですとか宿の手配、うん、こういう風に今はできるようになったよねみたいな、うん、そんな話を教えていただければと思います。昭和の時代と今をちょっとこの旅行の観点で比べてみたいというふうに思います。メール、そしてタイムライン、コメント欄にお寄せください。メールこちら813@札幌村.jp、 そしてタイムライン、コメント欄にお気軽にお書きください。お待ちしています。さあでは、はい、早速ご紹介しましょうね。ありがとうございます。宮比さん、ありがとうございます。ありがとうございます。昔はキャンピングカーが貴重だったんですけども、うん、今はキャンプ場に行くとキャンピングカーの多いこと。そうだね、時代が変わったんだと痛感。昔だから、うん、車でそれこそキャンピングカーが置いてあるだけで、うん、ものすごいことだったよね。いやだからね、僕子供ながらにですよ、うん、子供ながらに大きくなったら僕はキャンピングカーに住むんだと、あーわかる、いうぐらいの憧れがありましたぐらいね、本当に。で今となってはだってさ、キャンピングカーすら必要なくなって、うん、例えばミニバンとかで電源がついてるとかでしょ、うん、
だから別に何だろう、簡単な、うん、あの電気機器であれば、うん、コンセントでつなげちゃう、うん、電化製品使えるっていう ね、 ね、そんな時代なんだよね。あーもう本当だからキャンピングカー買ってください。昔のキャンピングカーあったらね、いやもういくらすんのこれみたいな ね、 ねありましたけど、そういうレベルでしたよ、ね、キッチンがついてるみたいなね。本当 あれ欲しいんですよ。ものすごい大きいですね。ありましたよね、キャンピングカーね。で逆に、はい、今も昔も変わらないのはアウトドアの楽しみ方かもということで、バーベキューだったりキャンプファイヤーだったり。そうだね、バーベキュー大好きだ。バーベキューバーベキューって何すか。この今も昔も僕あのバーベキュー知らないですけど、主に反省会なんですけども、大輔さんはバーベキューをやらないっていう話がね伝説になってますけれども、バーベキューソースのバーベキュー味があれからバーベキューはああいう味だっていうインプットをされてる大輔さんがね、そうです、それからバーベキューやらないっていうことで、いやこれだからこういう楽しみ方しますよ、やっぱり焼肉とかを外でしてね、うんうん、これは確かに ね今も昔も。ただ今ってキャンプ場にいろいろ設備揃ってるよね、うんうん、そうです、あのだから手ぶらで行けますからね、それが違うよね多分、うん、でしかももうなんならあの食材すらも買えるっていうようなところがね、うん、テントとかも違うよね今、ありますね、それ考えたらもうレンタル用のテントロだって、テントが、ですか、レンタル用のテントロ、はい、テントロがね、うん、もうおしゃれなんですよね、もうすでにね。昔のテントってさ、あの一色青とかさ、昭和のテントって緑とかさ、貼るけどすげえ重いとかさ、そうですね。もうね、頼りなかったりとかね、逆にね。あと昭和の遊びで、うん、あの庭にテントつけなかった。夏に。でしかもあの三角形で小さかったりとかするんですよ、ね、そういうテントはね。ね、うん、もう今のテントはもうドーム型で広かったりとか、そう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 、でも畳むとすごいコンパクトになって持ち運び便利とか、ね、もう確かにテントも昭和の時代だって、うん、あの友達ん家になぜか庭にテント張ってたもん。でなぜかそこで遊んでたもん僕。分かってくれるかなこれみんな。いやいや、あるところにありますよね。昭和はそうでしたよ。だからビニールプールとテントの組み合わせとか。そう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 。ね。あれはあれで僕憧れましたけどね。いや楽しかったよね。お庭にビニールプールとテントがあるところが羨ましかったですね。そうそうそう。その時点でなんか金持ちみたいな。そうですね。感じがあった。ブルジョワジーな感じが。ブルジョワが友達に通ったもん。いやいや、わかりますわ。あのブルジョワ感、もうセレブ感が半端ない感じでね。ね。ありましたけど。これ何の話をしてるのかちょっと。いやいや、昭和と今ですね。昭和と今ですね。逆にどうなんでしょうね。僕はまだ、昭和まだ子供の頃だったんでね、はい、あんまり思い出とかないんですけど、大輔さん的にはどうですか、昭和の。いや、だから今のね。今のまあまあ、旅行に関していくと、旅行の。あれだね、飛行機の乗り方。はい。今とだいぶ変わったね。昔それこそ千歳空港、うん、まだ新千歳空港じゃないから、うん、千歳空港だった時で、うんうん、なんだっけな、要はその千歳空港がそうだったかちょっと覚えてない、はい、東京の方の空港かもしれないけど、うん、羽田とかかもしれないけど、うん、バスで移動した。あー、なるほどね。乗る前に、飛行機乗る前に、うん、一旦バスに乗って、うん、で飛行機のあるところまで行った、うんうんうん、必ず。だからかなりなんかね、空港に着く時間が早かった気がする。なるほど、すごい早くから行ってた気がする。早めに行かないとね。いや、うん、僕もそれは思いましたね。最近やっと飛行機乗るようになりましたけど、子供の頃にね乗ってたイメージではもう本当にもう何時間も前に行かないと不安だとか、うん、そういう距離の問題とかもね、うん、あったように感じますけどね。今本当にギリギリでみんな結構来られる方もいらっしゃいますもんね。だってウェブチェックインとかできるし、うん、だからチェックインを先にパソコンとかでできちゃうから、うん、そうですね。あとスマホをなんかかざすだけでピッて、ね、うんうん、できるでしょ、ね、今それでもう、はい、なんだ、要はなんていうの、チケットがいらないでしょ、はい、今僕その話しちゃいます。僕何今僕って僕に言ったの。大輔さんってそこの僕って言ったわけじゃないです。そこの僕って言ったわけじゃないです。もうその話しちゃいます。この僕のカードの話しちゃいますよ、それ言い出したら。はいはいはい、はい、この JAL マイレージバンクのカード、はい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 、ワンオンがついてるやつね、うん、これで JAL の飛行機とかも、うん、もうチェックインとかもそうだし、保安監査場のところも
これ1枚、検査場ね、あ、検査場のところも、うん、これ1枚あればピッピッピッって全部いけるんですよ。ね。だから本当楽になりましたよね。だからチケットとかなくてもこの財布に入ってるこのカードだけでピッピッピッって全部いけちゃうっていうね。そうだよね。IC カードを使い出すっていうのもね、うん、すごいですよね。昔はもう必ずカウンターに並んでね、うん、で座席もその、ね、カウンターに並んだ時にもうランダムに決められるから自分窓側かなみたいなランダムの、ね、なったんですよ、うん、窓側だったらいいなってもう祈るような思いで僕はね今決めれるじゃないですか自分で。それが昭和と今は大きく違うかなって思うんですよね。宮部さんありがとうございます。今はコテージが多いと思うキャンプ場。そうなんですよ。だからね、あのね、コンドミニアムみたいなとか、うん、だからその一棟を借りてみんなでシェアしたら一人当たり安くなったりとかね、うん、それこそその一棟だけでもそれこそブルジョワなキッチンとかがついてたりそうだね、キッチンがついてるねキッチンとかも、そう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 、食器とかもね、いろいろついてたり、そのホームシアターとかもすごいいい音してたりとかするから、変にもう宿泊施設借りるよりも、うん、コテージとかコンドミニアムとか借りた方がすごいもう居心地が良かったりするんですよね。でそのお庭とか、あのそのコテージの前ではそれこそバーベキューとかできたりとかもしますし。なんすかそれBBQ そんななんだ、もうバーベキュー素人さんみたいな感じです。で、宮城さんの家ではテントを乾かすのに庭にテント張っていましたよとか、乾かすのに張っていたと、ね、乾かすのにね。ヤキミルモさん、確かに一番違うのはチケット、あとは、旅先でもいつでも連絡取れることかなということ。あ、そうだね、これは違いますよね。なんかだってひとたび旅に出るってなると、なんかもうみんな見送りするみたいなで、あの外部感じあったよね。外部からの連絡も途絶えてこう旅をするみたいなね。そう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 、そういうのもありましたよ確かに、ね、もう今はもう確かに携帯電話がね、うん、ありますしね。確かにこれはそうですよね。不安感もちょっと違ったかもしれないですよね、これでね、安心して。なんか飛行機に乗るって一大事じゃなかったそうです、ね、これ僕の感じで。いや僕もそうだったと思いますよ。子供心に飛行機を乗ることイコールもう一大事、なんかもう宇宙船乗るみたいなさそうですね、もう空港に行くイコールもう戦地に赴くみたいなレベル。そんな感じじゃなかった違うかな。いやいやそうですで、北海道に限って言えば、はい、砂利道がなくなって、舗装の道路が立派になったということ。ああ、そうだね、砂利道 ね、あったよ、僕も子どもの頃ね、うん、生まれ僕、札幌市じゃなくて、当時、石狩町だったもんだから、はい、僕、生まれがね、うんうん、だから石狩町、まだ砂利道多かったんですよ、はいはいはい、だから普通に生活道路、砂利だったんですよ、生活道路家のすぐそば、砂利だったんですよ、ね、そうですね。砂利多かった、確かに砂利とね、ドブあったんですよ、ドブ、わかるドブって近年確か言わなくなりましたけど、平成が進むにつれて確かにドブ臭いとかも言わなくなったし、ドブって言わなくなりましたね。踏み外してドブ入るんすよ子供は。ドブっていうのは確かに、なんだろう、旅行関係なく言わない、それ完全に時代ですよね。脱線しちゃったけど今と昭和確かに違います。ドブ、僕子供の頃ドブあったんですよ。ドブ声だめとかはなかったですか。声だめはないと思うけどね、うん、これダメ。ただね、生まれたばっかりの時はね、確かあの地区はね、推薦じゃなかった。ああ、なるほど、うん、ボットン便所そう、うん、だったと思うな、確か、ね、溜めていくやつね。おべやさん、父の仕事の関係で、長期休暇は両親の実家に帰省というのが多かったので、旅行イコール帰省でしたね、うん、で今も、互いの実家が遠いので旅行イコール帰省ですねということで、うん、いや確かにね、ご家族を持つとね、うん、結局だからそれこそゴールデンウィーク中どうなんでしょうね。あ、そうだね、帰省されたりとかどうなんでしょうね、うん、もうだってやっぱり帰省ラッシュとかって言いますもんね。帰省というとやっぱり電車を使ったりする機会もあるんですけど、うんうん、電車の乗り方も変わったね。変わりますね。あの切符、はい、ねえ、改札ですよ、改札ねえ、改札口さ、要は駅の係員の人がいてさ、切符切る人いたでしょ。いましたね。ねえ、そこの僕、そこの僕、はい、はい、そこの僕、それも言っちゃいます、僕も地下鉄とか列車とか乗るときは、今、ちょっとケースに入れてますけど、こうやってね、カードありますからね、そう、今ね、IC カードでピッてやれば取れるでしょ。そこの僕、持ってないんでしょ。僕持ってますよ一応一応ここの僕を持ってますけど、
いや、カードね、切符ね、切符切るってことがもうね、あのさ、なんか、はい、あの切符切る一人と一人の合間で、はいはい、無駄にカチャカチャ鳴らしてませんでした、ネキズさん。暇なのか手癖なのか分かんないけど、カチ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 ってやってますね。ね、あれが確かになくなりましたね。改札とかすごい並んだもんでしょ、あの改札が始まる時になったらね、改札始まる時間ってのもあったんだよね、昔は。だから朝とか昭和はね、ね、カチ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 やんなきゃ、あのホームに入れてくれないんですよ。そうですね、改札時間にならないと、うん、今から改札ですよみたいな感じのアナウンスが流れて、うん、それでみんな並ぶんですよね。そういうことですよね。だからホームに行くまでもちょっと時間かかるんだよね、うん、いやー、そう考えると変わってますね、やっぱりね。ねえ、今と昭和、旅行だけでもね、うん、本当なんか一大事だったかなっていう。そうですね、本当一大事でしたけど、ねえ、手配、チケットの手配だってね、うん、あのインターネット、インターネットなんかないからどうですよね。だからそれこそ、ね、雑誌とか見てね、旅行雑誌とか見て決めるっていう時代もあったけれども、うん、もうインターネットでサクサクっていう、あとなんかその今もあるけど代理店みたいなところに行って相談しに行くみたいなね、うん、そうですね。いや、それこそ代理店行くなんてもうあなたね。まあ今もあるからね、まあ、ありますけど、今旅行代理店行くイコール一大事でしたからもう。そうだね、旅行相談だもんだってね。要はそうですよ、ちょっとあそこ行きたいんだけど、どうやったら行けるべかみたいな。そういう時代でしたよね。ね、うん、いやいや、変わりましたね。ねえ、今と昭和、うん、これで旅行だけでも随分いろんな話題になりましたけどね。あ、はい、宮城さんの、ふるさとの倶知安駅は今でも切符を駅員さんが切ってますよってこと、はい、そうですか。でそれはそれで風情ありますよね、またね。ねえ、うん、でもあれかな、切るっていうよりはハンコかな、うん、あ、昔あのギザギザみたいな切ったでしょ、本当にカチカチってね、切符を本当に切ったでしょ、ピッピッピッっていうね、ね、うん、だけどなんかハンコに今なったりしてますよね、うん、結構ね。源平さん、こんばんは。え、忘れてませんよ、気づくのが遅かっただけですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いやね、本当出ますね。なんかいろいろね、いろんな話題でこれできそうな感じするのでね、また今後もぜひいろいろ比べてみたいな、はい、旅行編以外でもね、はい、やってみたら面白いかななんていうふうに思います、はい、また今後も機会があれば、ぜひまたお話できればと思います。今日は比べてみよう、今と昭和、4月29日が昭和の日であることから、今日はね、そういうことで、旅行編と題してお送りしました。コマーシャルの後はキラキタピックアップ、北海道大雪山雪の水の話題です。北海道大雪山雪の水、大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い美味しい天然水です。お近くのスーパーや自動販売機で発売中。北海道大雪山雪の水。東牛乳パーク、西上水も、はい、ナウト、ぶつかった、タッグが熱い、タッグが熱い。実況中継は牛乳パックで上水もで検索。北海道大雪山雪の水、大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い美味しい天然水です。お近くのスーパーや自動販売機で発売中。北海道大雪山雪の水。FM 札幌村ラジオキラキタお送りしております。キラキタピックアップ、番組からのお知らせです。北海道大雪山雪の水、皆さん飲んでますでしょうか。高度およそ67、とっても飲みやすい軟水でありますけれども、上川町の大雪山麓で採水されました限りなくピュアで喉越しの良い天然水でございます。採水から外気に触れることなく、大自然から得た美味しさを保ってボトリングしているんですよ。まあ前半で今言っちゃいましたけどね、もう一回言いますか。皆さんと一緒に行きますかね。今日ついつい先に読んじゃいましたね。はい、ごめんなさい。ではタイムラインじゃ皆さん、ナンシーと書き込んでみてください。そして顔文字なども付け加えてみてくださいね。
何回やってんだこのコーナーって感じですけれどもね、私もね、そうですね、どうしたんだっていう、毎週やってますからね。では行きましょう皆さん、癖のない軟水で、せーの、軟水まあ2回目なんですけどね。癖のない軟水でございまして、北海道大雪山雪の水は口当たりが良くって、緑茶やコーヒー、あるいは炊飯お米を炊くのにもおすすめでございます。まあ、あの女性にもね、はい、お肌にいいお水というふうにも言って過言ではないでしょう ね、うん、そうですね。あとあの小さなお子様にもいいんじゃないでしょうかね、うん、こういう、うん、あの高度67の軟水ですとね、うん、お子様などにもいいんじゃないかなと思いますの です、ね、ぜひ利用していただければと思います。全国の方はぜひ、インターネット通販などでも買えますので、うん、箱買いいいんじゃないですか。はいね、なんだろう、備蓄用みたいにそうです、ね、置いといていただければというふうに思います、うん、以上北海道大雪山雪の水のお知らせでございました。この後は牛乳パックで紙相撲ニュースです。FM 札幌村ラジオキラキタお送りしております。牛乳パックで紙相撲ニュースです。私どもが地域世代間交流をテーマに開催しています北海道初牛乳パックで紙相撲、思いはつながる両国国技館大会を合言葉に、各地での交流会や全国の皆様からお送りいただいているご当地力士による本場所を、動画サイトのユーストリームや YouTube を通じて大相撲さながらの実況中継をしております。さあ、5月からのエントリーに関しては本日が締め切りとなります、はい、皆さん今回もねお送りいただきましてありがとうございました。さあいよいよ5月12日ですね、うん、火曜日に本場所進出者決定トーナメントが開催となります、はい、今回は80人いないぐらいかな、うんうんうん、参加者がね、くらいかと思いますけれども、トーナメント戦で勝ち上がれば5月19日からの本場所に参戦することができるわけでございます。でそれに先立ちまして、うん、昨日ですね、はい、Facebook の牛乳パックで紙相撲のページがあるんですけど、はい、そこで番付が発表されました、はい、で神奈川県出身の湘南の風が、はい、5代目の横綱に昇進することが決まったんです。おめでとうございます。おめでとうございます。いやーほんとね、横綱が一人引退しまして、またね先場所ね、はい、先々場所になるかな、またこう一人横綱が生まれて、うん、三横綱ですか。そうですね、はい、岡山県出身白石島、埼玉県出身のキリダンサー、うん、そして今回の神奈川県出身湘南の風、この3人ということになります、うん、あ、よかったよかった。いやそれにしてもこれ横綱になるっていかに難しいかっていうのが、はい、牛乳パックで紙相撲はもう、うん、もう少しで6年になるんですけど、うん、スタートから、うん、6年で5人ですよ、うん、いやーほんとね、あの力士の層がまず分厚くてね、はい、分厚くてこう勝ち上がるためにはもう何回も共闘されながらも上がったり下がったりをしてね、うん、はい、やっと幕内に来れば、はい、まあ先輩たちにやられもう何場所もかけて勝ち上がって勝ち上がってね、はい、もう本当にもう大変でした。あなたが大変でしたって、あなたが横綱だったわけじゃないですけど、ですけど力士の気持ちを考えるとね、まあね、また湘南の風の叩き役ですからね、海坊さんはね、もう湘南の風の気持ちを考えるともうこういう思いでね、ただの湘南の風歴代何番目かのスピードスースです。すごい、あまり当てはまらないんですよ今の話。いや他の力士はでも苦労してますから、
まあ、まあもうルーキーとして湘南乃風はスススって行きましたけれども、うん、みんながみんなそんなね簡単にスススって行けないんですよ。で、ね、この気持ちになるわけです。もうマックっつけどほっとくってかっていうね。ただまあね、はい、総勢今まででだから450名ぐらいのうちの5人目なんだから、はい、うん、100人に1人ペースぐらいなもんですから、本当それだけ貴重な、そうですね、ね、力士であるわけですから、100人に1人の逸材ですよね。そういうことにもなるわけです。まあぜひね、皆さんも次の横綱を目指してどんどん作っていただければと思いますし、今回トーナメントはね、うん、この間私東京に行って、はい、インターネット番組のユーストトゥデイさんにね出させていただきましたけれども、はい、まあIT ジャーナリストの三上洋さんの力士がね、はいはい、あと綾野さんのね、はい、力士も参戦しますし、そうなんです。それバーサス、バーサスもしかしたら、はい、関西のアイドルかもしれないし、そうですね。ね、はい、もう誰と対戦するか分かんないんだけれども、もう夢の共演ですよね、もうね、ね、もうみんなハンデなしで対等に戦えるっていうのがこれ牛乳パックで上相撲の魅力ですから、はい、うん、ぜひ、このあたりもねどういうトーナメントになるかどうぞご期待いただければというふうに思います。5月12日の火曜日、本場所進出者決定トーナメントが開催です。詳しくはぜひ公式サイトご覧ください。牛乳パックで上相撲で検索をしてみてくださいね。以上、牛乳パックで紙相撲ニュースをお送りしました。ではここで1曲お届けすることにしましょうか。この牛乳パックで紙相撲のエンディングテーマでございます。私がボーカル、海坊主さんがカホン担当のボカホンでつながる。バラバラになったパズルも、めちゃくちゃにされた心も、肩を寄せ合い信じて一つずつつなぎ合おう。希望が見つからない夜、寄り添い支え合った。家族や友達じゃなくても人は分かり合える生き物だから、この胸に誇れるなら、泣きたくても明日へ誓った、ふるさとは取り戻せる。思いの数だけお互いを褒めるなら、いつでも自己犠牲貫いた、失ったものあるのに、見上げた青空つながってるよ。ならららららら。このつながるという曲は YouTube でも無料配信をしています。昨年行った東北場所の様子ですね、東北三県の様子なども映像で見ることができます。ぜひご覧ください。検索するのはつながる海坊主、全部ひらがなでつながる海坊主で検索をすると良いかと思います。お送りしたのは私山田大輔がボーカル、海坊主さんがカホン担当のボカホンでつながる、お送りしました。この後は、あ、先生の恋愛ゼミナールです。海も花も星も答えてくれる。キラキラ。FM 札幌村ラジオキラキタお送りしております。海坊主先生の恋愛ゼミナール。海坊主先生の恋愛ゼミナールでコミュニケーション能力をアップ、毎回シチュエーションごとに恋愛成就のアドバイスを行ってまいります。それでは早速学長をお呼びいたしましょう。著書21世紀の恋愛資本をこれから書く予定の恋愛講師、海坊主先生です。はい、みんなおはようございます。海坊主先生ですよ。それでは早速授業が始まります。海坊主先生、チャイムをお願いします。キンコンカンコン、キンコンカンコン。着席。2時間目でございます。今回こちらがテーマです。通勤や通学の電車で見かける気になる異性、
あなたならどうやって仲良くなりますか？通勤や通学の電車で見かける気になる異性、あなたならどうやって仲良くなりますか？これがテーマです。あなたならどうしますか？メールタイムラインのコメント欄へお寄せください。生徒の皆さんお待ちしますよ。これなかなかね、メールこちら813@札幌村.jp 813@札幌村.jp、 そしてタイムラインのコメント欄にもお気軽にお寄せください。通勤や通学の電車で見かける気になる異性、あなたならどうやって仲良くなりますか？これが今日のテーマです。どうやって仲良くなるか、ぜひアイデア教えてください。先生、先生、はい、大輔くん、先生、はい、生徒の、やボッポ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 ッ見ます。あのね、前の1時間ひたすら見ます。だから1時間目にも言ったけれども、だからね、あの1時間目の時、あの気になる女性いたらあのじっくり見るって言ってたけれどもね、また見ちゃダメなんで、だから頑張って目を合わせます。いや、まあ、頑張って目を合わせます。まあね、あのまあ確かにね、相手の目を見つめて喋るっていうことは大事かもしれないけれどもね、あのじゃあ相手の目を見つめてどうする？見ます。見て。だから、あの山田君は1時間目で何も勉強されてないようだけども、あのだからじっくりあの舐め回すように見るのはダメなんだよ。あ、じゃあ山田君はじゃあ相手に気づいてもらうまでずっと見続けるっていうことでまとめちゃっていいのかな？はい。うん。ね、でもそのずっと見続けるっていうのはやっぱりね、怪しまれちゃいますから、ね？そこは。ダメだと思う。なんと実はあのちゃんと真面目に聞いてるのか何なのか分かんないんだけども、真面目に聞いてるんだったとしたら、1時間目の時もね、ちゃんと真面目に聞いてたんだとしたら、こんなずっと見ますってことにならないと思うんですけれどもね。気をつけます。うん、気をつけた方がいいと思う。あの、まあ、ずっと見つめるのはちょっとまずいと思うんでね。ね、まあ、今回のあれですか、その、まあね、あの結構ありそうでなかなかないシチュエーションじゃないですか。結局そのシチュエーション自体はあるんだけれども、なかなかこううまくいくっていうことがね、あ、なかなかないじゃないですか。まあ、映画とかね、あのドラマとかでよくある、電車男さんですとかね、ああいう風なことっていうのはなかなかないわけじゃないですか。なんかね、電車でこうイベントごとがあって仲良くなるみたいなのとかってね、いうのはないと。なんで自分山田くんはあれなのか、はいはい、情緒不安定なのか、はい、いやいやいや、はいはい、聞いてます。真面目に聞いてる、ただただ聞いてます。すごいずっとじっと見つめて聞いてるけど、あの背中からすごい視線を感じる。じっと先生の背中をずっと見てます。じっと見つめられてるような気がするんだけれどもね。いや、だからなかなかそのきっかけっていうのはつかみづらいような。先生、はい、生徒僕だけですか今日。今日はね、あの生徒のみんなから何も意見がないんだ。いや、ちょっとね、確かにこれね、ハードル高いっちゃ高いですよね。だから要はそのナンパみたいなことと似たようなことなんですよ、その初対面。あ、来てた、ありがとうございます。そうそう、焼きみるまさんが、え、ナンパってことって聞いてますけど、まさにそうなんですよ。ナンパみたいなことなんですよね、結局初対面の方に声をかけたりとかって。しかもあの電車とかって個室なのでね、逆にその女性に対しても逃げ場がないとかっていうことになってしまうんでね、なかなか難しいんですけど。銀平さんが、まずはくんかくんかですよね。
まずやっぱり匂いを嗅ぐっていう。先生それいいですね。だからダメだ、君はダメだ。あの見つめて匂いをくんかくんかしちゃダメだ。やっぱりあの君は、ね、やっぱり何も勉強してないだろ。真面目に聞いてるように見えて何も真面目に聞いてないんじゃないか。みやびさんは勇気を出してまずはこんにちはの挨拶。いやでもね、挨拶、爽やかな挨拶っていうのはいいと思いますよ。例えばその満員電車とかでね、まあ、やっぱり意図せずしてこうね、わざとじゃないんですけれどもやっぱり体密着したりとかっていうことがあると思うんでね、そういう時にはまあ一言断ってとかっていうこともいいと思うんですよ。焼き目のさん、はい、目と目があったら顔を赤くして下を向きますということで、だから確かに見つめ合っちゃったらあれなんですけどもね、というところになりますけど、だから山田君まずそのずっと見つめ続けてくんかくんかするのはやめようね。はい先生、うん、あそこは聞くんいやということで、なんかこれはね、本当では海坊先生、はい、答えを。まあまあね、私がもしこういうことになったとしたらですけども、これは結構ね、2時間目にしてハードル高いところに来たと思うんですけどもね、要は本当、焼けみるも君が言ってくれてる通り、ナンパに近いものがあるんですけれども、まあ、まずは、第一印象を良くしなきゃいけないので、例えばその宮城君のね、ところで言ったみたいに、まずは好印象を与えなければいけないので、例えば電車で見つけた時とかっていうのも、まあ何かのきっかけで言わなきゃいけないんですけれどもね、その例えばその満員電車になっちゃった時に、こう体と体がぶつかった時に、あ、申し訳ないですとかっていう、何気ない一言から声をかけるのが大事かなと思いますけれどもね。先生、ぶつかればいいんですか先生。だから、君の場合にあの体当たりであのショルダータックルみたいにブーンってぶつかったという印象でしかないからね。いや、例えばだからそういったか、ことでね、なんかハプニングとかあったとしたらもう爽やかにやり過ごすっていうのも一つの手だと思うんですけど、体ぶつけてくのはダメですよ。わざとぶつけてくのはダメですけれどもね、まあ、あの通勤だから毎朝毎晩先生の本で、先生の本で、はい、あの先生の本でですよ、はい、あのライブ中に体をわざと密着するなんていう話を聞いたんですけど、はい、見たんですけど先生の本で、それね反省会で話しますそれで、あの、反省会で、あの、2.5 時間目やります。これはね、意外に使えるやつなんで、2.5 時間目やります、反省会で。以上2時間目終わりだ。先生、ライブってそんなんなんすか？違う。先生。違うんだよ。ライブは違うんだよ。そういうのじゃないんだけども、そういうのからいいのに発展するっていうのはあるんで、あの、皆さん、あの、ラジオの方はここまでですけど、反省会ある方、2.5 時間目やります。以上でございます。海坊主先生の恋愛ゼミナールは海坊主先生個人の見解によるものであり、恋愛の結果すべてを保証するものではありませんのでご了承ください。では先生、チャイムをお願いします。キンコンカンコン、2時間目終わり。北海道大雪山、雪の水。大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い美味しい天然水です。お近くのスーパーや自動販売機で発売中。北海道大雪山、雪の水。牛乳パックで紙相撲、クマ相撲だ。東くん出る、東くんが出る、東くん出る、タッカー見せる、タッカー見せる、残した、東くんの音は、東くんの勝ち、東くんの勝ち。紙相撲がドラマチックに、全道各地の代表力士が集う夢の本場所。実況中継は牛乳パックで紙相撲で検索。北海道大雪山、雪の水。大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い美味しい天然水です。お近くのスーパーや自動販売機で発売中。北海道大雪山、雪の水。この番組は北海道大雪山雪の水をお届けするロジネットジャパングループ札幌通運の提供でお送りしました。FM 札幌村ラジオキラキタお送りしております。海明神パレードさんの占いコーナーです。大明神になりきれないまま早52年人は迷うとこうなってしまう海明神パレードさんです。どうも皆さん、海明神パレードです。今日も明日から来週火曜日までの1週間占いますよ。カードは黒白赤青、黒白赤青パレードしながら選んでね、ご予算にパレード。さあでは黒を選んだあなた、
黒を選んだあなたはパレードしながら弱くなる、体力不足になっています。そして白を選んだあなたはパレードしながら誰かにアドバイスします。そして赤を選んだあなたはパレードしながら男らしさを見せます。いいですね。そして青を選んだあなたはパレードしながら誠実に振る舞います。皆さん GW が待ってますからね。さあでは、エクスティジさんから来ました GW の後半の天気占います。 GW ゴールデンウィークの天気、わがままな天気でございます。パレードしながらいよいよとしよう。海明神パレードの占いでした。はい、エンディングでございます。今日皆さんキラキタにお付き合いいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。で、何、ゴールデンウィークの天気、はい、わがままな天気って言ってましたね。荒れるんですかね、ゴールデンウィークはね。それか変わりやすいとか、変わりやすいとか、わがままに、そういうことなんでしょうね。わがままですから、通り雨みたいな、はい、気をつけなさいよっていう。本当かよ。いや、だから警戒してていいと思いますよ、皆さん。やっぱり備えあれば憂いなしってことありますから。はぁ、海坊さん、はい、札幌マララジオ天気情報でございまして、はい、うんうん、ゴールデンウィーク期間中の天気なんですけれども、はい、札幌市の週間予報によると、うん、明日以降は晴れの日が続くんですが、まあ、中には30日にはですね、はい、最高気温も、予想最高気温も夏日25度の予想が出ていたりするんですが、うん、来週の火曜日、はい、5日の日ですね、はい、曇り一時雨という予報がありますね。ほら来た。降水確率も 50%、はい、4日の月曜日も曇りで降水確率が 40%、はい、うん、気温もね17度16度みたいな。これ後半、ゴールデンウィークの後半はややこれね、肌寒く感じるかもしれないですね。これはちょっとパレードさんまたやっぱり当てちゃったんじゃないですかこれ。可能性ありますね。しかも来週の火曜日に。後半ですからね、ゴールデンウィークね。ね、ゴールデンウィークの後半にこれ札幌はややこれね、天気崩れる可能性があります。あら、ちょっと大輔さん、はい、オベアさんが海坊主先生に幻滅しました、そんな企みがあったんだって。あのさっきのね、あのライブ中にって話ですけど、誤解しないでください。あの企んだわけじゃなくて、たまたまそうなったっていう話があるので、それはあの反省会で弁解させてください。あの別に狙ったとかそういう企みがあったわけじゃないんですね。え、ほらほら、こういうふうに本に書いてたって言ってましたよ。本に書いてたって言ってました、山田君が。でそうしろっていうわけじゃないんです。クリスティンさん、今週1週間晴れが続きますねと。うん、そうですね、うん、今週これから後半にかけてはね、うん、晴れの日が全国的にも多そうな感じですね、うん、お、あと焼きミルモ君が、はい、わざとらしくハンカチを落としますということで、さっきの恋愛ゼミナルのやつですね。あ、ハンカチ落とすっていうのもまあいいかもしれないですよね。そこからきっかけにコミュニケーション取れるっていうのもなればいいけどね、うん、あの今やっぱりね、物を落とすとそれが不審物というふうに取られかねないんでね、うん、そうですね、まあ、それも気をつけなきゃいけないね、はい、わざとやるっていうのはそれだけのリスクが伴ってしまいます ね。わざとらしくっていうところね。そうだね、はい、気をつけなきゃいけないですね、はい。まあ、というわけで、この後、夜8時から FM 札幌村ラジオではラードマックスにお付き合いください。ユーストリームではこのままキラキタ反省会がございます。海坊主先生のなんか弁解を聞きたいと思います。この時間の相手は私、山田大輔と海坊主でお送りしました。キラキタまた来週、ぜひ皆さんでゴールデンウィーク楽しくお過ごしください。キラキタまた来週です。さよなら。